たま九州たまぞたすだきです。はい、ということで本日なんですけども、はい、先日ですね、僕28歳の誕生日になったということで、おお、おめでとう。ありがとうございます、ね、自分自身のプレゼントをね購入したので、そちらをご紹介していきたいなと思います。まあ、というのもですね、結構1年半ぐらい探してたアイテムがたまたまそのタイミングで見つかって、もともと買う予定がなかったアイテムなんですけど、まあ、なんか誕生日だしいいかなって思って買ったアイテムです。なるほどね。まあ、ただずっと探してたアイテムなんで結構テンションは上がってる方だとは思います。ちょっと待って、高額？高額系？高額ではないです。でも結構ラグジュアリー系のブランドなんですけど、中古で購入したのでそこまで高くはないアイテムです。はい、ということで早速ご紹介していきたいなと思います。というのがですね、こちら、ん？見覚えありますか？いや、ちょっとピンとこないですねそうですよ、こちらですね、ラグタグさんで今回購入させていただきました。あ、ラグタグさんなんやね。そうなんですよ、ラグタグで。僕もね、あんまりラグタグさんはね、こう行くは行くんですけど、初めてかな、購入したのは。確かに俺も買ったことないかも、行くは行くんだけど。そう、たまたまここに商品があって、で近くのラグタグさんにあったので購入させていただきました。で、まあその買った商品がですね、よいしょー、こちらです。ロエベのデニムです。念願のロエベのデニムを購入させていただきました。まあ、先日ね、今欲しいものということでご紹介してたんですけども、まあ、あれとはですね、ちょっと違って、今回購入したのがですね、よいしょと見てください。ド派手やな、裾のデザインやばくない？ド派手まあこれをね、今折り返すんだけど、まあ折り返してこれもね、履くような感じなんだけどね。あ、そういうシステムなんや、そういう仕様なんだ。そうそうそう、まあ、こういった感じのアイテムです。うん一応、ね、こちらのアイテムが 17SS のアイテムで、ちょっとウォッシュのかかったデニムにこうゴールドのこうペンキをしてるようなアイテムなんですけど、そのシーズンがですね、なんかこう海賊をイメージしてて、結構このゴールドのペンキをこういろんなアイテムにあしらってるこうルックがあるんですよね。で、JW アンダーソン自体も結構ゴールドのこう装飾ってかなり多くやってて、例えばなんですけど、僕が以前買ったあのチェーンとかあれとかもまさになんか近いのかなと思ってます、ね、こう色味の使い方的には、まあ、これも多分その一部の部類になるとは思うんですけど、まあ、意外と履くと履けちゃうので、まあ、SS のシーズンとか T シャツとかに合わせるのすごいいいなと思って今回購入させていただきました。まあ、派手だね、にしてもでもでも派手だよ。いや、これ結構やばいアイテムです。ただこれ一緒にね見に行ったよね、太郎さんね、1年半前ぐらいの。あのね、覚えてるよ、米表にね。あ、そうそう、米表に行って、ね、あの時サイズが合わず断念して、やっとマイサイズがあったって感じ。そうそう、サイズがなかなかないんだよね、唾液のサイズがないんだよね。そうそうそう、その後にも一回、あ、マイサイズだと思って行ったら、あのサイズ合わなくっていうか、なんかリサイズされてて全然違ったりとかあって、こう結構苦労して、あのというか、いろいろこう探し回って、あのやっと手に入れたアイテムです。いや、よかった。でもそれは早速ね、ちょっとアイテムだからね、履いてみたいなと思います。よいしょー、いかがでしょうか。意外と良くないですか。履いてみると意外と、そうそう、いけちゃうんだな。いけちゃう、面白いよね。で、結構シルエット的には細身のシルエットです。確かに確かに、なんで結構僕の今の気分かな、太すぎず、そうそうそう、細すぎずみたいなね。結構スリムの方だとは思います。で、ちょっとウォッシュがかかってるんで、こうなんていうんですかね、古着っぽいイメージもあるんで、まあ本当にそういうラグジュアリーに合わせなくても行きやすいアイテムなのかなとも思ってます。まあ、上がシンプルめでも全然いけちゃうよと。そうそうそう、ね、とか、まあ、あと古着の T シャツとかでもいいのかなとは思ってますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちなみにですね、こちら あの商品がだいたい僕3万円ちょっと、4万円いかないぐらいで購入したかなと思います。はい、まあ、なので、まあ、りかしね、ロベのアイテムにしては、まあ、中古なのでもちろんで、まあ、結構3、4年前ってことで、まあ、手に取りやすいアイテムなのかなと思います。はい、ぜひ気になった方はですね、大丈夫です？大丈夫です、すみません。大丈夫ですね。はい、ぜひ気になった方はですね、もしかしたらこう出てる可能性もあるので、はい、チェックして見ていただけたらなと思います。はい、はい、ということで本日なんですけども、ロエベのデニムをご紹介させていただきました。はい、この動画が良ければグッドボタンよろしくお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。バイ。